どうもニートの向こうです。皆さんこんにちは。今日はあのこのニートである私が一人で回転寿司屋に来ています。まあね、ちょっとここでね、まあ、いろいろ食ったんですけど、サーモンを7皿ぐらい食って、まあ、腹をパンパンにしたところで、あのデザートのいちごパフェを頼んでました。果たしてこの回転寿司で提供されるいちごパフェが一体どのようなものなのかというのも皆さんにお見せしようと思います。いつ来るんだろうな。建て替え場所うまそうだな。あ、来た来た来た、あれ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 、見える見える見える、あれまさかの回転寿司実況見える、あれあれが俺のこの席に提供されるはずであろういちごパフェです。その全貌を、その全貌を、まあ、今俺の前に、その全貌今俺の前に、意外とでかい、その前に230円のパフェが意外とでかい、230円のパフェが意外とでかい。これは一体どうなんだろう。あれ普通の飲食店の方だったら180円するだろう。230円のパフェに今手を伸ばして、今なんかちょっと天井上がったけど、今手を伸ばして、はい、食べていこうかなと思っております。結構でかい、これ230円だぞマジで。うまい、うまいわお前ら、これ230円、うまいぞお前ら、やばい。ちょっとテンション上がりすぎて周囲を気にせずにこれ発狂してしまうそうだ。230円パフェとは思えない。なんという、見て俺の手が大体結構あるでしょ。結構なボリューム感を皆さんも分かっていただけましたでしょうか。中はこれいちごアイスとなんかいちごフローズン、生クリームとなんかスポンジとなんかよくわかんないコーンみたいなのが入ってる、うん、ひんやりしててうまい。いやまさかの結果だったな。なんかもっとすげえなんかちっちゃいゴミみたいなのが出ると思ったら、案外なんかしっかりしたパフェができて、ちょっといい意味でギャグを使って、まあそんな感じで、うん、まあ今日はこの7皿の、6皿だった、6皿のサーモンの締めにこのいちごパフェを食うというフィナーレを迎えましたが、皆さんにはね、僕のこのニート流の休日の平日の昼間の過ごし方を皆さんには見ていただくかと思います。ではまたお会いしましょう。この後一人でなんかラーメン場でも行ってくるか。お疲れ様でした。では失礼いたします。結構でかかったな本当に。